クリスマス休暇の前の晩、ドゲマックス、子供も大人も大はしゃぎ。家族を別々の便にしたことよ。ママ、マックスお願い。家族は旅行に出かけます。これで全員か。もう出発するぞ。しかし一つ忘れていました。ママ、パパ、ブレイクおじさん、僕を置いていったの知らないんだ。僕を置いていったの知らない？うちの親は東京で、だから僕は一人ぼっち。私の10歳の息子がたった一人で家にいるの。別の便に乗ってると思い込んで。天候取らなかった。林間通り36番付近で不審者の通報があった。刑務所に入るの嫌だ。雑居じゃ30秒も持たない。新入りは即餌食になる。ここには捕まる人なんて一人もいない。僕ら犯罪者だ。そうはさせないから。ここは僕の家だ。僕が守り抜く。13番をセンターポケ。ちょっとヤバそうな音がしたね。聞いて、息子が家で一人で震えながら、やった、帰りを待ってる。ホームスイートホームアローン。あ、まずい、はしごが引っかかると思ってるのか。そう思ってるよ。